神岡田監督のお堂あいじり。阪神岡田監督が巨人との開幕戦東京ドームお翌日に控えた28日、巨人阿部監督と共に会見に臨み、巨人を電撃対談したお堂をいじる場面があった。2月のキャンプからね、当然一番、今年はライバルは巨人になると思ってたんですけど、一番注意してたんは新外国人だったんですけどね。会場に笑い、ちょっとなんかね、ちょっとね、拍子抜けして、と、鳴り物入りで噛みをしながらも開幕直前に電撃対談した元メジャーリーガーを持ち出して、阿部監督をタジタジにさせていた。岡田、巨人の新外国人に警戒していた。牽制球投げてくるどんでん。笑い話にしてくれたからセーフ。もう助っ人外国人途中で雇ったりもないのか。そんなのわからんが、シーズンうまく滑り出せたらもうええわになるかもしれんし、開幕からつまずいたら急いで探すかもしれんし、少なくとも編成部はリストアップは続けてると思う。書き起こしで、おうん、がないと物足りなさを感じる。サンキュードンデン。